はい、それでは8月の2日長野 TL TRF の、ランブルフィッシュ2交流戦始めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。パラパラパラと、はい、形式ね、同じ12人だったんで RB2 と同じ形の 3-4 の得失点差でやりたいと思います。チーム発表、ディス・ユーク・ジタンチーム、トモキ・エジ・ダンゴウチーム、イップ・オルル・ヘイヘイチーム、ユイエ・タオカカ・サミダレチームとなってます。はい、ではディス・オービル・ユーク・ヒカリ、ジタン・アラン・バーダス、トモキ・アラン・エジ・ベア・ダンゴウ・バズーで来たいと思います。ともきさんと、ディスさんでじゃんけんをお願いしたいんですが、最初はグー、うん、リーダー、リーダーは勝ったよ、勝っただからお前を出したね。なるほど、これはどっちの後出し権か、筐体選択、ただし、時報は勝った、先方勝った人が出してください、先に。じゃあ後出し権、後出し、じゃあワンピースピース選択どうしますか、ディスさん。ディスさんのチームは 2P ですね。通路側。はい、で、ディスさん、ユークさん、ジタンさん、誰が出ますか？じゃあ、ユーク、ヒカリが 2P 側出ます。ヒカリか。じゃあ、エジさんで。エジベア。エジベア、1P 側でお願いします。はーい。まあ一番突っ込みたいところはディスさんがなんでオビルでどうすんのっていう感じのところあたりですかね。さあこれは光ベアはベア側が分かってると光さんがやることがあまりない。ベア側ね、ものすごい強気に勝利打っていいと思いますよ、そいつ相手。空中エアダッチ、着地から勝利とか振ってやればいいと思いますよ。別にガードされたところで、そいつオフェンスゲージがなかったら何もできないんで。え、しかも空中エアダッチから着地勝利権パーしまくるんだ。やつはまとも反撃がない。そう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 。はい、無敵技だ、無敵技あるよ、車なぎの今日一応無敵あるよ、一応ある。あ、投げて昇竜打たない、はい、投げて光のジャンプ高いから見てから全部勝利でいいです、いいですよ。あ、勝利、おっと出ない、オフェンシバーツ刺さって画面端回ってガードインパクトを投げ失敗、勝利じゃない、もっと飛びを勝利落としていいと思うんですけどね、ベア。そう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 、あー、それ普通に、おっと、追い進めて、やりドーン、で着地少ないんで勝利、おっとエアダッチかわし投げる勝利、おっと変に裏に回られた、さすがにガードさせないと、
さあラウンド取っていく、11ファイナルラウンド、いい勝利だ、相打ちだと思います。あー勝利終わってない、はい、痛い、あー刺さって、さあくしゃみをした瞬間にゲームは終わってました。まずは勝ったのはエイジ君、1点ですね。じゃあディッさんのチームじゃない、じゃあトモキさんのチーム先出しで、ダンゴーバズーさんが出ます。あれディッさん最後に残るということは、ディッさんこれ最後に残るってことはあれですよね、トモキさんに勝てるってことですね。ディッさんこれ最後に残ったということはトモキさんに勝てるってことですよね。いやー下手したらそうじゃないと下手したら0点になりますけど、なるほど、あリセットしないといけない。じゃあ試合の終わったゆうくさんに実況お願いします。試合が終わったゆうくです。いやー目はつらい、マジつらい。そして店長が行く前にリセットがかかった。さあ談合さんのバズー対ジタンさんのアラン、正直俺はジタンさんのアランがどれくらいの持続者なのかを知らないという。あそうだ、先々週来てましたよね。大丈夫です、いけます。バズーか向こうにともきさんがあれでついてるのが痛いですね。確か談合さんでしたっけ、ブローコンボができるという話だ。なんかバズーのブローコンボができるバズー使いが確か先週いて、先週談合さんでしたっけ、俺も覚えてねえな、誰だったかな。ブローコンボができる人が今のところこのゲーセンいても見せてくれたことがないので、見たいな敵だけどっていう。そうですね、おーきっちり遠いまで決めていく、ここから置き攻めがアクセル打てなかった、それは痛い。相手がコパンと大パンを振るだけでなんとなく攻められている気分になるという、このバズーの制圧力は半端ないですね。バズーの投げ回りも確か広いんですよね。前回で一番ひどい上に腕が長い、しかも上も振ってくる、制圧力が半端ないですね。あー切り返されちゃった、うまいうまい、あー足りなかったけど、おー攻め系で一本取っていくのはジタンさんのアラン、やるな、なかなかやるぞ。さあそうですね、バズーは切り返せないですよね。ただ攻めてるときはすごい強キャラに見えるという。あー切り返された、あの上確か判定が強いんですか、無敵はそんな長いのかなかった。ジャックと今日で無敵時間違うの、あー今日は無敵時間長い、今日は無敵時間長い、あーなるほど、あ使い分けするんですね、あの調理。ジャックと今日でリードする、あー今日の方が前にな、それぞれ使い分けができる。と言ってる間にアランがピンチだ、これは厳しい、アクセルが長かった、これは6ゲージが入ったら死ぬと違うか、あーそれ中断です。あれ見たらグランガッツ、そうですね、あれは一発目が当たっても ガードできてたら確かダッチで割り込める、ええ、ああ使ったところを、なるほど、
ダメよ。くらい抜けは潰された。あのくらい抜けは判定がでかいだけでした。安定前に腕が蹴る、それはああなりますよねっていう。ああ岩がでかくなるぞ、岩がでかくなるぞ。でも応援を使ったから時間が切れた。何のために使ったんだろうか。ああなるほど、同情したから出ちゃうとしょうがないですね。漏れやすいですからね、擦ってると漏れますからね。ただこの体力差は厳しいが、アランにはワンチャン、ワンチャン6ゲージがある。ああ投げられる。あーあー足りねえ。あー惜しかった、惜しかった、これは惜しかった、残念すぎる。いやーあれダメージされるかと思ったんですけどね。あーバズー硬いから、バズーじゃなければ。惜しかったっす、つかナイスファイト。そうですね、ロックするわけではないですからね、突進技で対空で刺すよりも連続で刺す方がやっぱりメインになりますかね。あそんなことはない。さあハザード見せかけて今日のともきさんはアランだ。アラン対オービルとかアクセル投げられたらどうするんですか。あ食らう、あ食らう、あ食らう。そしていつものメカから開幕ドロップキックがすかされて小足が刺さる。さあそれは繋がらなかったが、あー下段からキシコンボ決めてくる。投げなかったけど、投げらなかった。投げるー、サングラス投げてる場合じゃねー。いやーまさかトモツさんに対してもナメプをしてくるとは、さすがです。これはすごいじりとした立ち回りだけど、何か刺さったら、アラン側が何か刺さったら終わるから、ゲージがあるから終わりそうな気がしますね。投げた、決まった、うまい。いやーほんと1フレの隙でもあれば投げを差し込んでくるのが、だから開幕ドロップキックってどういうことなの。いやー基本コンが大江まで入って苦しい苦しい置き攻めタイム。台車通ります、台車通ります。さあこの体力差はいくら火力があるといってもオービル側攻めるのが大変だから辛すぎる。あー中段通った。さあ1本取り返すアラン側、台車通ります。おいっかー、ええ、確かに。これは厳しい、この体力差までつくと本当にオービルが攻めるのも大変なのにどうしようみたいな。おっとこれはもう、これはもう何、これ、これ大会じゃねえの。確かにこのゲーム挑発キャンセルできないですよね、できないですよね。あー残念、やべー全部取られた、これはやばい。さあじゃあ一風オルルヘイヘイさんチーム対ゆいえたおかがサビダイさんチーム、じゃんけんお願いします。ワンピー、ツーピー側、2ピーで、イップさんがツーピーを取った、じゃあ、ユエさんが後出しっていいんですか、イップさん、誰出しますか、かや2人ですね、へいへいさんのかやが最初、台車通ります、イップさん、後ろ、あ、ユエさんだった。ゆいさんは誰出しますか、
サミダレさん、サミダレさんのカヤ、カヤにカヤをぶつけていく。まあでもそう、ああ、ミト気づいたんです。ゆえさん側、強キャラしかいねえ。ゆえさん側、マジ強キャラしかいねえ。なんだこのチーム、マジ気のせいだし、気のせいだったか。ミトとか弱キャラで出場すし、まあオービルが最強キャラなんで。ああね、オービルか。それをキャラランク3に持ってったらえらい戦いだろうな。さあカヤ対カヤ、一匹側が何色のカヤだな。一匹側が赤色カヤかな。俺が好きなカヤですね、色的に。両方ともコンボはあんまり分かってない感じがするな。両方とも初心者同士の対決ですかね、これは。その飛び道具、近距離でガードされると結構隙だらけなんで注意してください。割れたところにきっちり OA を差し込んでいく。置き攻めは持ってけなかった。今のは多分通ってなかったからアドバンスアタックをしなくても反撃が間に合うと思われる。カヤの昇竜ってあれ外したら隙だらけですよね。他のキャラの、はい、次、あーガードしたら防衛でキャンプできるんで。そうですね、でもやっぱりあんまりその届かない距離で振っていい昇竜ではない。まあ昇竜自体がそうか、昇竜じゃないですからね。確かに昇竜コマンドなだけで昇竜技ではないですね。ダウンしてるから半角だったが反撃失敗した。そして攻め系してるのは 2P 側。6ゲージ溜まってるが6ゲージを使うことはあんまりないでしょう。割れた、ダウンしてた。そうですね、ただあの漏れは結構慣れないうちは出ますね。下 D に化けるっていう。転線、ああ昇竜からつなぐの、そうですね、昇竜出しておけば。ただなかなか慣れないうちは昇竜コマンドのキャッセルが難しいんだと思います。確かにそうなんですけど、僕としては、はい、昇竜の後どれだったんですか。ああ、真空波動入力、そうですね、昇竜の後のキャンセルは確かに最速なんですけど、意外と慣れると簡単なんですよね。コマンドがもう残っているので、その後確か波動拳入れるだけで、いや俺は多分その冷戦じゃないです。2P 側イップさん、平平さんのカヤが勝ちでいいですね。でオルルさんが入る。タオカカさんのベア、タオカカさん、カヤを倒したらベアが出てくる。凄まじいチームだ。ん？何か何かうちのチーム。まあ確かにここもアランベアバズーとか何これみたいな気分になりますが、まあしょうがないですね。ともしさん容赦ねえからな。光に対してベア当ててくるとかマジ容赦ねえからな。さあタオカカさんのベア対オルルさんのカヤ。オルルさんが初回に初回に言ってるけど、オルルさんちょっとやってますよね。あまあ知らないベアだったらバッタしたら大丈夫なんですけど、知ってるベアだったらバッタしたらそういうことですね。ベアは落とし性能高いです。つか昇竜が強いです。あと空中にいるときに浮かすに攻撃すると無敵で透かされます。何このクソキャラ。とりあえずダッチの判定は、ダッチの判定はなんとかしてほしいですね。あれはちょっと設定ミスと言われてもしょうがないと思います。
個性のまんまです。おそらくそうですね。あんなキャラ性能あってたまるかって話ですから。なぜ、いや落ちてることですね。あの母性能を落としたはずなのに落ちてない場所がいくつかあったせいで最強キャラになったって感じですね。田岡さんがザマーと煽る。落ち攻めは当たんなかった。落ち攻めは多分そのキャラだったら割れたけど、安い、安すぎる。前線でブッパー当たらなかった。手勢放線か、どっちだ。おお、カヤが勝ってる。ギリギリですね。きっちりと OA が入った。勝利で切り返されて拾われた。そういうキャラです。まあ、そこから拾ってこない分だけまだ無情だと思ってください。エアリーの後打って拾えます。割れなかった。 OA で切り返す。置き攻め、その後あれか、空中技もつながるんでジャンプ D からのジャンプ C みたいな感じで、お、あーカンセルできてない。それ下段だった。わからん殺した。さあひたすらバッタで攻めていく。 OA でキャンセル。これは死んだ。これはワンチャン、ワンチャンじゃない、終わったか。オルさんが2本選手で、おっとおっと。さあ最終戦はイップさん対ユエさん、なんという勝ち対決。しかもミトだし、今日のユエさんはミトなんでガチです。でイップさんもアランです。あれ、イップさんシェリルどうしました。最近使ってるとこ見たことないですが。トモキさんに助言を求めるイップさん。何じゃあれ。いやーこれはミト対アラン。ただまあなんだかんだでアランの評価上がってるっぽいから、やってやれないことはないでしょう。アダープレイヤーの腕前次第だ。台車通ります。さあ拾う、拾えない。イップさんの周りに3人も集まっている。さあリードを取ってるのはアラン側か。さあ中段通らない。さあ両方とも決定的な連続技当たってない感じですね。どっちが先に大幅リードを取っていくのか。アラン側が大幅なリードを取っていく。そしてダウンの負けつき、置き攻めタイム当たった。投げられる。きっちり5ヒット決めて画面端中段通って、ハート、これは気絶確定コンボが勝てそう。確定した。いやー中段から終わった。すごい、さすがディギル。なんじゃこりゃ。いやーいいゲームだな。ハートはあれですね、切り返しなくて連続に使うとああいう恐ろしいことになりますね。さあこれは水戸側、しかもゲージ別に減ってないぞ。ディフェンスゲージも1本あるから、また似たようなことされたら終わってしまう。さあ継戦、牽制試合合戦みたいな。崩れた方がまただな。でもさっき崩れた方が釜揚げだからな。おお、集団で切り返す。アラン側に6位溜まってる。これは置き攻めで決まった。いや1本取り返すアラン側。こうなるとゲージ優位的にアラン側結構有利だぞ。さあジリジリとした立ち回り。水戸側は飛び道具を巻いて様子を見ている。
いやー本当決定的なコンボが通ったー、通ってしまったー。さっきのサイ、あーガードできた、割り込めガードで、ガードで割り込んだっていうか、きっちり繋がってなかった。これは厳しい、これはワンチャンあるぞ。アラン側出なかったー。バックステップできっちり、きっちりかわしたが反撃は安かった。これは同方法ともワンチャンありそうだ。そして残りが18秒、体力勝ってんのはアラン側かな。これはもう多分次刺した方が勝ちでしょう。刺したー、しかもきっちり6ゲージ決めてったー。勝ったのはゆいえさん側、ゆいえさんとこうだね。じゃあ、ディスユークチタンさんチーム対、ゆいえたおかかしのりなさんチームでやりましょう。ディスさん、イップさんとじゃんけんしてまさかのじゃんけんを拒否る。ですよね、確か。あの、俺らです。1-0 で、あ、そう、イップさんじゃねえ、ゆえさんだ。ごめん、間違えた。ごめん、間違えた。すいません。誰出しますか、実際誰出しますか。そんな決めたじゃないですか。あ、そっか。サミダリさん、サミダリさんのカヤ、カヤス。リズムベア持ちないよね。でも一番多分伝えるカヤス。キャラ的には。そうじゃなくて。まあみんな辛いんでね。この中で言うと光一番楽なのワンチャンミトまである。そうそうそう。どうすか。好きに決め、あのリーダー好きに決めてください。俺引き上げそうすると。あ、マジで別にいいっすよ。マジで OB にじめたかったのに。ゆいえさんがすごい酷なことを言ってる。俺オービルいじめたかったのに、水戸で。いや、いいよ、行っちゃって。いやー、水戸でオービルいじめるとかやめてあげてよっていう声が。いや、水戸でオービルいじめるとかね、そんなできないですかね。そんなバカな。いや、めっちゃできないですよ。基本、なんか、俺がやってるオービル、さっきいつもやってるオービルって、いわゆるガチ勢のオービルなんで、はい、全然そのいじめるとか、逆にいじめられてるレベルですよ。いやー、そしてカヤ対オービル、まあどっちにしても辛いんですけどね、キャラ的には。あとは、対人性能です。実際ならやれる。1回目のロックが決まった、2回目のロックが決まった。減らねー、ウイルスパして、強キック強パンチしてやってれば。そういういじめ教えないでください。オービルそれでかわいそうなことになっちゃうから。いや、大丈夫。しかし投げる投げる、空投げ対空投げ、とことん投げる、なんかほとんど投げでダメージを取ってった。完璧である。さあラウンド2も似たような攻撃を広げる。ドロップキック、開幕ドロップキックはもはやなんていうかわざとやってるな。実際がわわ言いながらドロップキック、そして投げる、そしてサングラスを投げた。かかってこいよ。今のセットプレーかなんかなんですか。あの投げの後にサングラスを上げるのは実際流セットプレーです、多分。判定ないけどね。精神的セットプレー。あ、ダットリーと勘違いしてる。おお、空投げ、対空投げがきっちり決まる。何を、あの、対空投げを多分上入れっぱ対策に
潰されますよね、多分。そして6ゲージ溜まった。ディスさんなら多分ディスクとか帰り水になってくるでしょう。オービルの CA 見たいな。オービルの CA 見たいなとゆえさんから声かかる。マジでこれオービルの CA 当たんなかったら負けでいいんじゃないひどい煽りっぷりだ。そして相手側に6ゲージ溜まってる。そして残りが6秒5秒。 CA 食らっちゃう。あー普通の投げだった。さあ勝ったのはディスさんのオービル。さあじゃあディスさん何を出しますか。俺かジタンさんですね。ジタンさん、はい、お願いします。まあゆうえさんが出る、ゆうえさんが出る、確実に勝利を取りに行きます。そうですね。まあアランと光とね、どっちをベアに当てるよって話ですね。もしくはどっちを水に当てるよって話ですね。まあ多分あのベアだったらね、光なんか何とでもなるだろうっていう感じですね。つか俺また2連戦ベアかよく考えたよ。いけにえねって。これは完全にあれですね、ゆうえさんとそもくさんによる。これいじめっすか。さあさっきハート込みの華麗なコンボを見せつけたゆうえさんだが、今度はどう攻めていくのか。ただ飛び道具の打ち合いだとアランの方が有利じゃないですか。いやそんなことない、水戸の方が隙がないんで。水戸の方が隙がない。だからさっきもアラン戦だった。ああなるほど、そうですね。アクセルは投げる前の隙が長いから、ただあれを潰すのはなかなか大変ではないですか。どうでもないです。気合で潰せる。なんかあれはアンコンボの間合いになったら、ダッシュなんとか、ダッシュなんとかなんかやって固めちゃえば、出してる暇はないということです、ね。常に密着してれば投げれない。なるほど。さあこれ厳しいぞ。密着してても投げるアランがいてたな。あ、密着しても投げるアランがいる。まあこの辺に2人いてたな。この辺に2人いてたな。さあ1本取ってきたな水戸。これは厳しい。アクセルで当たった、打ち攻めはできない。何をやってなかったのか。どっちが何をやってなかったのかな。あれ突進技が好きだらけだから使ってなかったってことだな。はい基本コンボ追い打ち置き攻め飛び道具巻いて、いやー、いやー安定した基本コンで終わってしまった。ディスさんがクソゲーだと。トモキさんとディスさんとユエさん誰かマイク持ちませんか。てか俺んち。じゃあチームの残り、ユークさんの光と、田岡さんのベアで、田岡さん、あお願いします。 2P 側でお願いします。置き攻めすれば、つまり最初にワンゲージだよ。そうですね。あのやっぱベアは結構あの表裏のめくりが結構見えづらいんで、背が高いキャラなんで。あの表とかあったら、まあ昇竜されたらまあ普通に返されますわ。裏だったら、あの相手が振り向き昇竜じゃなければ置き攻めだったら勝てます。村君も決めて置き攻め、てかすげえ光がパーフェクト。置き攻めは失敗しても見かけは光る。あっ見かけで、はい、あれ不利ですね。ヒットしても投げで半角なんで。じゃああの田岡さん、とりあえずねガードしているときは昇竜いつでも用意しておけば。出ない。そうですね、まあ、飛ばせて落とすっていうか、うん、いや光相手の場合はその昇竜がクソ強すぎて
あ、いいですね。あ、でも届かなかった。画面中央だとあるんですよね、届かないのが。あれ落ちてくれました、操作でいいですか。はい、ボタンの。あ、ね、弱より強の方が1キャラ分ぐらい遠くに出るんですけど。いや、それいや、それ俺に言われ俺に言われても困るっていうか。じゃあこのごめんごめん、かどうどうなったっけ。あーっと、あ、でもやってない組、こう、でも一歩さんとともきさんで、じゃあ一歩さんチーム対ともきさんチームで。ともきさんチーム3得点ですよね。俺たちが全部取るし、これやっちゃっていいですか。え、どこ。ああ、全員からじゃあ UA チームやったらいいんじゃないという意見が入ったので、 UA さん対ともきさんチームやりましょうか。おお、え、でももうジャンケンしちゃったんですけど。大丈夫、さっきもそれあったから大丈夫です。あ、ちょっと台車通ります。3とかになったら終了だよ。そう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 、ここ、ここまずここ残りが全部消化陣になってしまうので、ここですよ。あ、なんかここっすか。こっちのいいね。ここどっちか。でも連戦なんだけど、あ、じゃあ俺らのチームが先にやるでいいんじゃないですか。ゆえさんのあれか、電線か。まあ、じゃあこうやります。じゃあいいですよね。ちょ、ここと、ここと。ここが1で、確かやってないのつもったんで。そうそうそう。ああ、そういうこと。そう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 。俺が確かに。ここ、ん？じゃあここ。ここで、こことここはもうやりましたよやばい、分かんなくなってきたぞ。分かんなかった。やってる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 やってますよね、ほら、ここ、こことこ。ああ、そうなんだ。そう、ここしか残ってないです。じゃあ、ともきさんとこと、ゆいえさんのとこで、じゃあ、はい、適当な進行だなと。じゃあ、後出しで。しょうがないね、慣れてないから。あ、じゃあ、俺からは 2P 側で、で、じゃあ、もう一回あ、東角さんじゃない、サミダルさんでお願いします。じゃあ、はい、ゆいさん、はい、マイク変わります。煽りしかしてないよ。実際なチームメイト煽ってくからな。あ、今日ものみで頑張りますか。何言ってん、明日仕事だっつって。この前も明日仕事で行ったじゃないですか。ね、死ぬかと思った。あ、でも俺も会社に泊まりました。このゲームはスパキャンにゲージは使いません。まあスパキャン自体そのなんだ、スパキャンでゲージは使わない。あー、うん、そうだね。あの、だから OA を使っている時点でゲージ使うけど、余分にゲージを使うってことはないです。だから基本的に OA を出すときはスパキャンで出しちゃって構わないと思いますよ。その方がダメージ増えるはずなので、ね、やることに。そうですね。あ、クリティカルキャンセル。結構あれですね、ランブルは専用の用語とかいろいろありますか。そうですね、用語がなんか今までのゲームをちょっと違うのも、まずは結果がこれだよみたいな。システムがいろいろ慣れてしまえば分かりにくいってことはないんですけどね。分かりにくいシステムはぶっちゃけ使わなくてもなんとかなるし、防御側のインパクトブレイクは覚えないと厳しいですが、正直インパクトブローとかも慣れないうちは出さなくていいですからね。
さんがこう使ってるカヤとかは、ええ、カットブロー対応技がないんで、ないですね。カットブローとかいらねえよ。まあインパクトブローするにしてもそんな技ないでしょみたいな感じですからね。どれに合わせりゃいいのよみたいな。中段、まあ上から来るから中段っていうのはちょっと分かりやすいですね。とそんなシステム解説をしてたら1試合目が終わってしまった。戻っていったのはダーンゴーさん。さあでは次はエジさんで。エジさん、じゃあタオカカさんで。タオカカさん、ベア対決、ベアカレーです。ベアベアはちょっとアドバイスできない。ここからちょっと。ベアベア。あ、そうです。ベアベアは厳しいな。ベアベアは完全にこのてかドーギャラ戦ってあたりでやってる方が勝つですからね。紛れは起きないでしょう。飛んできたら勝利かな。飛んできたら勝利。そう、飛んできたら昇竜、ダッチでかわされたら着地が枯れた。あれタイミング次第で着地が変えるってことですか。さあ、なんか両方とも様子見ながらの戦い方だ。さあ、まあただ確かに昇竜は高性能といってもくぐられたら意味はないですね。あ、やっぱりベアの昇竜はダッチ、昇竜見てからダッチはさすがに潰せないかな。そうですね。ただ、出した瞬間に完全無敵なんですけど、ええ、降りてくるときには完全無敵ではないんだよ。なるほど。一応足元ぐらいに反転が残ってるんで、だから当たりにくくはあるんですけど、当たるんですよね。下から体力攻撃とかだったら。画面見てた、画面見てた。ガードされてた。ただきっちり連続が取っていくのはエジさんの方だから、自然とタオカさんの方が体力が削られていく。これは厳しい。残りタイムが6秒。これはもう守ることを決めてますね。あー当たらなかった。消費は強パンチで出した方がいい。消費は強パンで出した方がいいとエジさんからアドバイスが飛ぶ。発生自体は遅くなってしまった。発生は変わらない。出る位置がちょっと前に出る。あ、それは確かにそうです。あれほとんど目の前に出るから、少しでも前に出たら距離出した方がいいでしょう。あー繋がってない。あれは多分昇竜から繋げれば当たりましたかね。あの基本連続技から昇竜がおそらく繋がるので、エアリーが当たらなかった。うまく拾えないが、昇竜拳フォロー、噛んだ。なんというか、本当、うわー。ただ、リードしてるのは 2P 側、うかつなことしなければいけるんと違うか。地上エアリーからだと、取れる？連続から繋がりますか？やっぱり空中エアリーからのみに繋がる、昇竜が重なった。じゃあエアリーは地上ではあまり打つものではないということですね。おお、いい、これは確定。さあこの残り体力的には 2P 側が取る。さあヒゲさんを見つけてリスさんが入っていった。リアルワールド2にまだ試合残ってるのに、ひどい話だ。さあエアリーから拾われたが、最後の勝利が当たらなかったからちょっと安い。これは割れる、割れた。エイさん画面見てる。遠い、今の強ですかね。弱、強で出したら当たったかもしれない。割れなかったけど、かー反撃できない。これは厳しい。ラストしたら勝利。あーい、また笑顔を。
出してた。残り体力削るのに出す必要ないのに使っていく。なんていけつないんだ、石さん。さあ、ゆいえさん対ともきさん。ゆいえさん、今日全部アラン戦です。てか、アランが多いんや、このゲーム戦。さあ、今日ゆいえさんは最後まで最後までアラン戦で終わるという。さあ、まずお互いどうする。下段でこかされたところに当たってしまう。下段からの連鎖が結構痛いですね、このゲーセン一部のキャラ。アラン側も下段の強形が入ってからの連鎖技で結構減りますから。さあ、落ち攻めだ。飛び道具下段はしっかりガード。さあ、そして牽制の試合、突っ込んできたアランに対して中段で突っ込むが投げで返される。中段はしっかり見てる。移動キャラに次できなかった。これはクイックリカバリーかな。さあ、落ち攻め、飛び道具、壊し、空中ジャンプ C かな。あ、 D か、あれは D か、 D か。一本取っていくのは水戸川。台車通ります。そして基本コンボ、大きい攻め、飛び道具。3回目にインパクトブレーク合わされたけれども、トモキシ、ミドバが逆からでござと、エジさんから折りが入る。あー、割れたさあ、中段通った。さあ、俺はただ、ミドはゲージさえあればこの体力差を覆す何かができる。おー、切り返しに OA 使ってきっちり決めていく。さあさあ、ただ水戸側のゲージが正規発だぞ。まずは基本コンで、4割くらい取っていく。大きい鮮明、飛び道具重ね、集団通っちゃった。あー、これは気絶コンや。今日3回目の気絶コン、1回目は失敗してるが今回はどうだ。さあ、どうする。ピオル、ピヨッター。そして壁コン、クイックリカバリーで切り返すも、ちょっと時すでに恐ろしい。さあ、きっちりとコンボを決めて勝ったのはゆえさん。ただゆえさん側は3ポイントが確定してしまった。ダントツでともきさんがあれかな、リードかな。だから、ディスユーク・ジタンさんチームと、イップ・オルル・ヘイヘイさんチームですね、はい、順当に俺たちを終わらせていきましょう。どっちが勝ったんでしたっけ。ディスさんチームはね、正直ジャッキャラばっかりなんでね。じゃあヘイヘイさんで。ヘイヘイさん、こんだけ強キャラ揃っててなんでジャッキャラ取っちゃうかな。最強のオービルと次に強い光と超強キャラ。オービルの下にいるアラン。オービルの下にいるアランが。いやー、どこの幻想だか俺は聞きたい。ヘイヘイさんが出てくる。ヘイヘイさんが出てくる。かやジタンさん。そしてジタンさんのセコンドにディスさんがつく。でもディスさん、アラン分かるんすか。分かるわけないじゃんとディスさんからコメントが。さっきやったじゃない。やってましたっけ。いや、この対戦策ない。あー、アランとは対戦してるからアラン対策ならできるはずだ。応援ができればいいんだよ。全くだ。
この組み合わせ。まあキャラが今日結構かぶってるからしょうがないですね。さあその下段台足が刺さったら、あの確かしゃがみ大パンが通るはずです。しゃがみ大パン、それその突き出す拳が、小足の後につながるはず、小足じゃねえや台足の後につながるはずですっていう声が聞こえてるかどうかわからない。で、かやがは台の波動拳を近距離でパラしてガードされたら多分確定で反撃食らいます。はい、おえばね、はい、さあまさかの置き攻めで台足、それは読めねえ。いやバッタがつらい。アランガンに対するアドバイスですか。もっと対空して強気に攻めた方がいける。だからカヤ側にバッタされたら結構つらいです。そう、バッタされないようにするしかないです。さあ今近距離でフェイントかアクセルかどっちかわからないが出したところにフェイントに、あ、勝利出そうとしてフェイントが出た。さあそう、カヤにコンボをちゃんとコンボをちゃんとしないといけない。まあそうですね、ここ当たってるのにやめなさいコパ当たってるのに何もしないのはもったいないぞと。竜巻3連が入らない。おお、でも大江まで決めていく。コンボ精度がちょっと低いだけどコンボは知ってるっぽいですね。確認してないとか、なかなか難しいところですね。あるだけダウンしてるところに入るが、はいはいはい、惜しいですね。もうちょっとその基本コンボが分かってればいけそうな気がするんですが、さあ、1本取っていくのはヘイヘイさんのかや。イップさん誰出しますか。オルさんが出る。オルさんとやりたい。じゃあ行くよ。了解です。じゃあこっちはユークさんでと。いや姉妹対決じゃないですか。嫌なの？嫌なのかよ。さあユークさんの控えたりオルルさんのかや。さあ、かえなくお互い飛んで、噛み合わず噛み合ってんのか噛み合ってないのか。はい、当たって黒いから投げてごまかす。で、画面端から飛びが刺さるが続かない。さあ、画面端継続コパンで落として、さあ、台刺さった。さあ、めぐり通って車投げから大江。さあここから置き攻めは何もしない。おへばらしたけどそれは意外と隙がない。ギャーですね。反撃はできますけどオルルさんがなかなかまだ反応できなかった。あー、飛びが刺さったですね。さあかやもジャンプで攻めるが空対空は光の方も強いですからね。さあ刺さっておへなので、なかなかあれですよね。そのまま何も考えて飛ぶっていうのはちょっと難しいですよね。ギャー、オルルさんが、あー、投げたー。はい、ということで、ユークさんの光が勝って、大将戦でディース渡したい。イプさんのアラン、またアラン？あの、今日アラン多いんです。今日は、アランが1、2、3人、カヤが1、2、3人で、あとはベアが2人のミト、バズー、光、オービルってとこですね。
だからアランをかぶせようと思ったらかぶせられたんですよね。あとカヤをかぶせようとしてもかぶせられた。あ、カヤはリーダーにいないからかぶせられなかったか。アランもリーダーに2人いるからかぶせるのあるのか。開幕ドロッピングが通った。投げは通常投げだった。かかってこいよと。リサン参戦で全部挑発を決める。そんなにサングラスを投げたいか。サングラスを投げる暇があったら敵を投げてほしい。ガードできた、ガードできたから投げで割り込む。いやー通っちゃった。投げるロック。なんかもうガン攻めされたら正直オービル側やれることがないですね。どう切り返せばいいのよみたいな気分になると思います。オービル側は頑張って。なんだって、イプサ今何かやりましたね。イプサ今何かやりましたね。あれ何でしたっけ。あれはファントムフェイス。ファントムフェイス、あの当て身、当て身、ああ、あのアランにあったんだ当て身ですね。使うことないですよね。あります。そんなこと言わないであげてよ。そんなこと言わないであげてよ。しょうがない。延長しませんか。あと2分です。終わりませんね。すいません。さあアーマーを張ってったぞ。おお失敗した。厳しい。防衛が決まって、俺は厳しいぞ。オロンピキック、あーカドーン。さあこれで、こうか、ともきさん、エイジさん、ダンゴーさんチーム対一風さん、オルさん、エイジさんチームで、リードしているのはともきさんチームですね。ともきさんチーム側が5ポイント、一風さん側が4ポイント。決勝戦ですね、完全に単独大会は丸が、あ、本当だ。3ポイント並んでいる。だから5-4だから、ともきさん側が2本取ったらその時点で終わりか。あ、ほら最初に俺が出るっていう。え、最初に俺が出るっていう。最初にともきさんが出る。いや言ってないけど。あれ、じゃあお願いします。さあ両方ともリーダーがアラン。アラン強かったんや。さあアラン以外がベアバズとカヤカヤ。イップさんなぜカヤを2人も取ったしみたいな。カヤしか残ってなかったのかもしれない。オルルさんのカヤが出てくる。でもカヤは大会向きのキャラではありますよね。そうですね、10センチ高いですよね。そんなに、まあなんかでも10センチ高いっつと来ていいのか分かんないけど、あ、まあ、要は結局2択が通ると、あ、常時2択かけられるっていう、まあ分かってでも食らうよねっていう。そうですね、ダウンしたら恐怖の落ち着きタイムが待ってるぞみたいな。でしかもあんなやられたらいつかくらいに決まってんだろうみたいな。だからそのバッタの飛び飛びが刺さっただけで開幕だったら 1ゲージ持ってきますから、そこからさらに置き攻めで、え、何それしかも見えないんですけどみたいなのくらったら、それは心が折れますよっていう話ですね。ひどい話もあったものだ。その後にジャンプ2段から、はい、行って、ええ、その後防衛の後落ち攻めで通ったら終わるですね。多分それが通っちゃうと、はい、あの最後ラストコンボの最後を、はい、ピオクにすると、ピオクにすると、ちょうどピオル。おジャンプ2段、ジャンプ強ピオ、スタタタっていうのを2セット入れるピオク。おピオタでタッチピオリになるんでピオク。あ、終わりますね。さあ勝ったのは、ダンゴーさんのバズが1本取っていく。まあブローコンボはあれですもんね、あの
そのカウンターヒット確認で出さなきゃいけないから、慣れないとなかなか難しい。まあ決まると試合が終わるから簡単であっては困るんですが、今のはジャンプ C を出すべきだったかもしれない。ジャンプ C のめくり性能は高いんで、後方ジャンプでできたときは、おーっと当たった、2回目当たらない。欲望欲望に返してオフェンスで返していく。はい、めくりが通った。はい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 、さあ置き攻めが通らない。やったくまー、つられたか、つられたくまー、いやー、つったくまー、完全にあれですねただなんかつったというよりもタイミングが遅れただけにしか見えませんでしたが多分タチキオパンチ、あー、タチキオパンチ、そうですね。わー、カウンター、ブローコンボに行けなかった。位置が悪かったですね。まさかドラゴンフィッシュブローか、あれはノックか、ブラドラゴンフィッシュノックか、だかまさか外れるとはみたいな感じですね。それにあれ、ちょっと画面が遠かったんで、あー、届かなかったかもしれない。おー、 A が出なかった。ただ反撃安いってかガードできた。ただ茅川が割れそうですね、これは。まあ割れたらなんだろうな、あんまりコンボというものはバズには存在しないから、まあただ地上で割れたら勝ち強キック、今日ギルズシャッターあたりでいいんじゃないですか。今日ギルズシャッターが、あ、そうですね、それでだいぶ減りますからね。おっと、オエが決まっていく。置き攻め決まるか。おお、いい。あー、ガードされてる。ミスター、これはワンチャンあるぞ。ワンチャンあったけど、あー、出なかった。ゲージ溜まってたから欲しいな。さあどっち。おー、オルさんの替えが取った。エジさん、バズはやっぱりそうですね、あの、なんか牽制が当たっただけで大打撃、大打撃っていうのがなかなか痛いですね。冷静に対処できればいいんですけど、なかなか難しいです。さあ次はエジさんのベア対テイヘイさんのカヤ。まさか負けるとは思ってなかったと。まあでもあれはそうですね、ダンゴーさんいけるような気もしたけど、トモキさんの、あの、オルさんの粘りが結構すごかったですね。やっぱあのギルさんミスですか。暗転見てから暴れてた。暗転見てから暴れてたなるほど。あれ今日で出せば返ったんじゃないかな。そうじゃなくて、安定見てからレバー強化やった。ああ、あー、あー、それは間に合わない。いや、無敵ですからね。あ、それは間に合わない。全部ダメージやってる。ああ、そんな、そんなもん入るわけねえだろみたいな。俺は惜しい、なかなか惜しい感じですね。さあ、エアリーから壁に繋いでダメージを取っていくのはエキさんのレア、そして、エアダッチからの投げ。そうですね、着地硬直がないのに着地まで無敵があるとか、いやー、マジクソ性能にクソ性能にも程がある。それを今日で出すのは結構リスクが高い。ほとんど無敵がないので、使い道あるんですかね、あの今日昇龍というか、なんというか、カヤノです。でもあれ一応移動中無敵なんですか。あ、移動中無敵。ただ攻撃判定が出たと同時に切れるんでしたっけ。あ、出るまでが遅いんですよね、移動中無敵といっても。なかなか生かすのは難しいと思います。そうですね、例えば、はい、ガークラ、ガークラに、あ、おもむろに相手が出して、うん、当たったら、うん、そうです、当たったら応援を受けてガードワン。さあ
これで1-1かな。同点になったらどう決めるんだろう。オルルさん、これ同点になったらどう決めます。え、同点になったらどう決めますか。同点、同点。緊張したんで時間あるから、そうですね、やろうと思えばできるから、まあ、今リーダー同士の直接対決通じゃない。いや、まだです、まだです、まだ、次のなった時に考える、なった時に考える、なった時に考える、リセットですけど、ここの同点は、この点はやる必要ないでしょう。ドベ決定戦はやりたくねえな、なんかそのマイナスすぎてやりたくないです。さあ、リーダー対決、リーダー対決、あらあら、とりあえず、ともきさんが勝てば、優勝、イップさんが勝ったら同点になるので。同点になってから何をするか決めるということで、同点になってから考える。なんか誰かが叫んでいる声が聞こえる。さあ、中段通った。優勢なのは 2P 側、イップさんだぞ。おっと、さあ切り返していく。なんかひたすら執拗に台足を狙っていく。俺が台足に可能性を見たんだっていう言わんと、もうするかのごとき台足構成ですね。UA さんがあの痛くそんな強いと思えねえんだけどなというツッコミが入ったところで、割れそう、アクセルで割れた。そして割れからきっちり地上コン防衛までつなげて置き攻めタイム。中段見えてる。ダッチで透かして切り返し、中段を取られた、インパクトブレーキで取られた。そして取り返す、なかなか熱い戦いだ。さあ OA まで決めて、ゲージ状況的にどっちもワンチャン決まったら通ってしまいそうだ。割れそう、割れた、 OA の土地で割れた。中段通る、イプさん側が超眼勢モード。あー、切り返された、終わったな。さあワンチャンから持ってって、ともしさんが取り返す。知ってるアラン同士は結構なかなか面白いですね、こうしてみると。さあ空中に浮かんだところに、竜巻が入ってくる。インパクトブレイクからの切り返しは合いなかったけど、その後の、アクセルを食らってしまって吹っ飛んだ。バックスが出てましたかね、さっきなんか。さあインパクトブレイクから切り返し OA まで決めていく。体力的には互角だ。中段が見えてるぞ。さあやり返された。さあ割れてしまうぞ。あー、なに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 、あー割れたー。これは追い打ちで死ぬ。ともきさんが勝ち。じゃああれですね、同点はなしで、ともきさんチームが 3-2-2、 7ポイントで優勝で、次がイップさんのチームが、5ポイントで、ディスさんチームとゆえさんチームは仲良く3ポイントと。じゃあ、リーダーにコメントでももらいましょうか。え、これ全員にコメントっすか、チーム全員コメントっすか。チーム全員コメントでもいいです、時間余ってる。ね、ゆえさんに勝てなかったことだけが非常に残念です。あ、エジさん、ん、ああ、まあまあリーダーが強かった。まあ、僕は、まあ、まあ順当。エジさんに勝てなかったのがすげえ残念なんですよね。あれは勝てたな。南郷さん、コメント。
いや本当にね、もうリーダーとリーさんのおかげですね、本当にありがとうございました。さあというわけで、残り、あ、まあいいや、本日は、7月じゃねえの、もう8月か、8月2日のランブルフィッシュ2交流大会は、優勝者ポイントも待ったんで、これで終了しましょう。あ、お疲れ様でした。拍手がまばらだ。